マジであった。で、周りがこんな感じ。ちょこっと他のゲームもありますね。で、人が全然いない。ガラガラ。なんか子供が遊ぶスペースがありますけど、いないね。お、これガムのやつだ。俺が好きなやつ。これ楽しいんだよな。なんかこういう系のゲーセン増えたよな。やっぱ人件費かかるからね、店員さん置くとね。なんだこれ、掴んでポンポコ。え、すげえ、古いポップもある。で、隣マリカ。バチに巻いてあるトゲがあるので読めん。バチにトゲがあるから注意ってことか。なんか1位があのドラえもんって時点でゴンダーの人はねあんま来てないと思う。ここね、あの旧筐体の設置点に書いてないんで詳しい情報が載ってない。うち硬っ。うちの感度悪いかも。これ確か全量だと110万3000だ。なんか隣がスーパーストア。あの叩き心地はいいんですけど抜けるね。表現近っ。ちょうどね、俺がね、ハロハロ全量したのが12だ。で、あの、太鼓12増量って、あの、中華街と一緒、あの、チャイナスクエアに12増量があるんですけど、それと一緒のバージョン。最後の音とか、結構聞こえると思う。音がでかいから。
の3曲か4曲だ。今でもあのハロハロ入ってるんですけど、旧筐体でやるのと新筐体でやるの全然違う。懐かしさも違う。最後むずいな。角とかドドドン、角とかドドンか。予言は抜けるね。フルコンきつい。まあでも7回ぐらいやったら1回ぐらいいけるかな。でもこれも12しか入ってない。13まで入ってるかも。ダディマルクって12入ってるか。熱を夏。この間拓郎さんが歌ってる。この4曲最後のドンで出したことあるんだよな俺。おおマジで、マジでいってんの、キモ一発だからね。しかもこれ答え欲しくね。うん、いやマジかよ。はあ、こうなるさ。ロマン今日これあげようかな動画。確かに2人とも上手かったね。じゃあ2ピンもやるか。人あのゲーセンの周り人は少ないんですけど人通りが多い。でも4曲すごいな。こんなもんだっけ。もうメンテ良さそうだけどな。ちょいとネタプレイ。ここから来るよ。やったら4曲地獄だな。じゃあ最後はダブルストローク入るのか、それだけ確認しましょう。入らないな。でここ暑い、まあ、冬だから暖房かけてんのかな。これ確か俺の電量2曲目があなた星だった気がする。発電量が奇跡で2曲目が確かあなた星。これね最初難しいんですよ。だけど電量2曲目
起きたんだけど。あ、でそうだ、太鼓12って裏ローの配点が低いんだ。100万いかないね。あ、そうだ、詳しくはこの動画。やる曲ね、マジこう人通り多いんだけど、なんか気が散る。なんかね、画面見やすいんだけどセーブ取れないな。俺が悪いんだけど、マジでやる曲ない。あ、中華街にもあるしね。シーバーで、ここすごいのが、わざわざ発注したのかもしれない。すげえ。